はい、こんにちは、ゆうすけチャンネルです。今日は、この熊本城マラソンの、参加案内在住が来たので、ちょっと開けちゃったんですが、実際に、こちらをもう一回開けてというか確認していきたいと思います。はい、16日なんで、2月16日に熊本城マラソンがあるので、まああと大体1ヶ月後ですね。はい、まあ1ヶ月後です。まあいいや、1ヶ月後です。はい、で実際中身はですね、あ、全部取りましたね。JR 九州の宣伝ですね。このウルトラマンです。まあネット予約ということなんでしょうかね。はい、このウルトラマンは何なんでしょう、というか何の種類なんですかね。何だったかな、これじゃないですよね。これじゃないですよね。これが、まあいいや、セブンですかね。7日前のネットっていう感じだから、まあ違ったらすいません。で、まあこれですね。まあこれ見せたいとこなんですが、個人情報がっつり書いてあるんで、ちょっと、どうしようかな。あ、じゃあ、上だけ隠せば大丈夫かな。はい。よいしょ。まあ、こんな感じになって、上はちょっと住所なんで隠しますが、こんな感じになっております。まあ、これをメモって、はい、やっていけばいいと思います。このナンバーとか、これ見せていいんですかね？よくわかりませんが、はい。まあ、サインして頑張りたいと思います。で、今度はですね、熊本城マラソンの前夜祭があるそうで、50組100名を無料で招待しますなって、あるそうです。はい、こういう中でできた、こんな感じになっております。はい、でこれは植木温泉の無料入浴券ですね。でこの券は1人1枚だそうですね。熊本城マラソンのマラソンに出場した、選手に、プレゼントされるみたいですね。で、平成26年2月1日から、平成26年3月31日まで利用期間使えてですね、10時から、20時まで、入浴することができるそうです。植木温泉と書いてありますね。植木インターから北へ来るまで5分だそうです。はい、ぜひ行ってみてください。はい、でこれはどこだ、ジョブズという、スーパーなのかな。スーパーじゃないな、これはこういうのなんていうんですかね、こういうリフォームとかするとこみたいですね。はい、裏もこういう感じでやります。で今度はですね、熊本城マラソンの写真ですね。このように、はい、写真が撮れて、この、まあ、申し込みをすれば、こちらの風に、こちらは、メモリアルグッズですね。はい、の、はい、紹介です。で、こちらが、熊本のじゃない、熊本のお土産ですね。はい、熊本の、なんか商品とかもありますが、はい。で、こちらがですね、次が、熊本城マラソンのグッズですね。アシックス商品を買ったら、ついてくるみたいです。はい。で、こちらが、肥後銀行ですね。の、まあ、宣伝というか、マイカーローンの、なんか金利が年 1.4% になるみたいです。まあ、ややこしいですね、ここら辺は。で、こちらは、白竹城ですね。こちらの白竹城は、ロアソ熊本の、地元のチームなんですが、ロアソ熊本の、にも、ユニフォームにも、はい、この白竹城は乗ってたと思います。はい。練習着かな？試合ユニフォームか忘れましたが、はい。で、最後にですね、こちら、ガイドブックとなっております。はい。で、実際、今回、僕が走るのは、熊本城マラソンの4キロの城下町4キロコースなんですね。で、
歴史巡りフルマラソンというのが、42.195キロあって、制限時間が、7時間で、実際今回走る城下町は1時間半以内に走るというのが、ルールとなっておりまして、もう一つ、熊日30キロロードレースというのがあるんですが、これはあのなんていうんですかね、実際にこう連盟に加入している人、陸上連盟みたいなそういう方が出るみたいで、一般の人はもうフルマラソンか4キロ城下町かという極端な、長く走るか短く走るかという極端な感じになっておりますね。で、そうですね、スタートがまあ大体鶴屋とかですね、あの上通りアーケード大変をいきなり突っ走っていくんで、そうなっております。ただスタートするとき異常に人がいて混雑するんで、YouTube が撮れるか心配です。最初から最後まで撮ろうか途中でやめようか迷ってます。あと服装はどうしようかなっていうのが迷ってて、今のところそうですね、どんな格好していこうかなと思ってて、まあ一つあるのがこれ着ていきたいなって、せっかく正月にこれ買ったんで、バルサの緑色のユニフォーム、せっかく買ったんでこれ着たいなって思ったんですけど、半袖なんですよね。なんで、非常に下から、まあ、サッカーの時着てたアンダーシャツでも着ようかとかいろいろ考えております。はい。で、そうですね、あとは何がありますかね。そうですね、あとはゴールの二の丸公園だったかな、ゴールが、はい、二の丸公園で、そこに行くと本当にあの出店とかいっぱいあるんで、あのそこに行くだけでも雰囲気は味わえるので、はい、ぜひ行ってみてもらえればいいなって思ってます。はい。あとノーマイカーデーになってますので、やたらと通行止めなどあって車は渋滞すると思うんですが、この日は本当に、人が熊本に集結するぐらい になってますので、はい、ぜひ行ってみてください。あとテレビで中継されると思うんで、まあ、それ見とくと、城下町4キロはいろんな人がいますから、はい、僕出たことないんですが、去年はテレビで見てたんですが、いろんな変装してる人がいたので、はい、面白くなってると思うので、テレビで見るのもいいと思います。はい。あと熊本城マラソン出る人がいたらコメントください。はい。じゃあ終わります。